メダリスト登場。はい、こんにちは。ゴールドメダリストの会の船越康弘です。2017年2月の4日に発足をしまして、実はですね、たった1年でゴールドメダリストの会も400名を超える皆さんにお申し込みいただきました。はい、そしてですね、なんともう少しで700名を超える上の方々に純金家宝をお迎えいただいているということでございます。はい、700家なのでですね、ご家族で、実は親子で持ち合っていただいたり、ご夫婦で持ち合っていただいたりしておりますので、そこをこう省略させていただくと700家、家で700家なんですけれども、それだけ多くの方に、皆さんに実は武田本社純金製メダルをお迎えいただいております。ありがとうございます。さあ、ゴールドメダリストの会っていう会なんですけれども、武田本社さんはね、晩年10年以内にやってくるんだっていうふうにお話をされておりました。そのインフレに備えて純金を家宝として持つことの喜び、それを、普通の人でもね、一般の人でも楽しみながら知って、そして学んで、備えながら備蓄をしながら仲間たちとこうつながっていくための会っていうのが本当の趣旨なんです。なので、私は純金メダルを持ってるからゴールドメダリストの会だっていうことだけではないんですね。純金メダルを持って、そして一般の人でも楽しみながら純金を持つということね、家宝として持つことの意義っていうのを知りながら勉強して、そして現金から金に変えることで、金を持つことでそれが万が一の備えになります。その備えて、そしてそういう純金メダルを持った、心の豊かな、また精神的にも豊かな、ハッピーな人たちと、そういうね、集まりを作っていこうよというところの会になってます。なので、純金メダルを持てばいいっていうところは半分というのがこういう理由ですね。だから、それを持つ意味と家宝として家族のつながりを作ることね、純金を持つだけでできる世界規模の社会貢献をすること、何より日頃から頑張ってる自分へのご褒美として、文字通り誉れですね、あっぱれと思っていただくことで、またその純金の美しさと、そしてそれを持つということの楽しさと嬉しさを感じてもらうための会ということにもなります。また今度ですね、この純金を家宝として持つことの意味、そして家族のつながりを持つことの意味っていうことについては説明をいたしますけれども、またね、次のレッスンでご話をさせていただこうと思います。で、世界規模の社会貢献っていうのも、で、実はね、この純金メダルを持つだけですごい社会的な貢献になっているということを、皆さんもこう持っている方はね、あっぱれに思っていただきたいことが多いんです。なので、この純金メダルがただ純金メダルだけっていう意味ではないっていうことを、ここで知っていただけると嬉しいですね。で、さらにね、どういうところをじゃあ目指しているのかっていうところの話なんですが、ゴールドメダリストの会っていうのが、これからの時代世界のお手本となる黄金の国ジパングを作っていくことという、こうすごい大きなこうビジョンを掲げてますけれども、和平さんはですね、晩年僕にこういうふうに教えてくれた時がありました。黄金の国ジパングを復興させていきたいんだっていうふうにお話をしてくださってたんですね。で、それはね、世界の先生になるんだっていう意味の黄金の国ジパングだったんです。ね、昔、私たちの国は黄金の国ジパングと呼ばれておりました。平成から令和に変わっていったこの21世紀においては、日本人が世界の先生になって、そして世界の手本となっていくんだっていうことを和平さんがお話をされておりました。そういう意味で、純金という資産を少しずつ豊かにしてね、ちょっとずつでいいんです。ちょっとずつでもいいんで、純金を持っていくことで安心を得て、そして人としての器と精神性、さらには魂自身も成長していって、人生のステージを上っていきながら幸福にも満ちて、自分と周りにいる愛する人たちや仲間たちを大切に、純金と同じような輝き、それ以上に輝いていける人を、ね、ここは宝とあえてしておりますけど、そういう
る人材を育てていく、成長させていく、まあ、自分自身でそうなっていく、それが黄金の国ジパング復興のための、目的であり、私たちゴールドメダリストの会の皆さん、またゴールドメダリストの会の中に入りたいという皆さんが、そういうふうに、ね、なっていっていただけたらというところで、僕たちがこれを、まあ、理念として行動のスタートにさせていただきます。そしてここが私たちの目標なんです。2025年までに、あと5年しかないんですが、日本人が黄金に輝いている人材の国だ、ここは世界の宝の国だ、この日本人がいてくれてよかったっていうね、これまでにもずっと日本人こそ残さなければいけない民族だって、言っていただいている、歴史上の偉人たちもいっぱいいますけれども、自分たち自身がですね、そういうふうになっていく、そういう国にもう一度こう喚起させていくっていうところで、世界の調和と真心の先生に一人ずつがなっていきましょうというところが僕たちの、このビジョンですね、描いているビジョンです。なので2025年までということ、あと5年しかないんですけれども、それぞれがですね、自分自身がまたよりステップアップしていって、真心を大切にしながら、自分のね、自分自身、もちろん自分自身が一番ね大切にしないといけないです。それから自分の周りにいる愛する人たち、家族であったりですね、愛する人、仲間たち、そういう皆さんの大事にしていきながら、そこに光を照らしていけるようなね、皆さん自身が黄金の光を照らして輝いていけるように、そういうふうな、ね、人材を目指していきましょうっていうところが僕たちの理念なので、そこが、ちょっとでも伝えて、まあ、感じ取っていただけたらと思います。そしてこうやって2017年の2月の4日にこうスタートさせていただきました、ね、わざわざ愛知県から武田本社の真田恵里さんにもお越しいただいて、というか顔の庭で発足式を行ったんですが、みんなでまたね金を持って笑顔で写真を撮った1枚で、実はなんで2月の4日っていうかっていうと、2月の4日が実はね武田和平さんのお誕生日なんです。だからですね、武田和平さんのお誕生日に1年の運気が始まる立春大吉、最高の吉日日に、実は開催をさせていただき発足をいたしました。はい、そしてねゴールドメダリストの会っていうのが実はね3つのグルーピングがあります。で、3つのグルーピングがあるので、それぞれちょっと見ていきましょう。まず1つはねフリーメンバーと呼ばれる方ですね。で、この Facebook グループ内で今、ゴールドメダリストの会、一粒万倍ゴールドメダリストの会っていうのをさせていただいております。そこで無料のですね情報をいろいろこう公開させていただいております。そこでの勉強会としてフリーメンバー準会員の方がいらっしゃいます。で、また次がですね、これが純金メダルをお持ちの方がノーマルメンバーなので、まあ、有志のある方の集まりがフリーメンバーになりますね。そして実際にそこから純金メダルを持ってますっていう方が普通の正会員になります。そしてさらにちょっと特殊会員としまして、百家百村の集いメンバーということで、武田本社純金製メダルの純金家宝、これが100人の偉人がね、百村なので100人の偉人が彫刻された純金百尊家宝というシリーズがあります。それを100人の偉人がいるので100の家で持ち合っているという会が実は百家百尊の集いのメンバーなんですね。で、ここでお互いにまた助け合 う、 こうグルーピングをさせていただいてるんですけれども、この3つの会が、会員区分になります。で、実はねそのゴールドメダリスト会の無料勉強会っていうのを Facebook の方で先に実は、立ち上げまして、発足式より先に、皆さんに加入させていただいてたりします。で、 Facebook 内での情報公開、そして勉強会ですね、誰でも無料で入会ができますので、もしよかったらここの QRL をポチッとしていただいて、入会していただけたらと思います。はい、今日はですねゴールドメダリストの会についてお話を、簡単にさせていただきました。詳しくはまたゴールドメダリストの会のホームページをご覧いただけますと、そこにですね、また詳しく書かせていただきます。ぜひこちらをですね覗いてみてください。ヤフーグーグルで、武田本社純金メダル、もしくは純金家宝クリークで検索をしていただくと、ホームページが出てきますので、ぜひそこでですねまた詳しくご覧いただけたらと思います。
この動画もしよければいいねボタンを押して応援よろしくお願いします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは今日も最高の人生に向かってゴーゴーゴー、ありがとうございました。このメダリスト道場のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。その他私船越康弘ツイッター、インスタグラム、アメブロもやってます。詳しくは説明欄に URL を載せておりますので応援よろしくお願いします。